どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっと聞いてください皆さん。とうとうあれが到着しました。私の手元に到着したんです。何かって、それはこれです。見てください、じゃーん。はい、これはですね、もじゃくんと話し合いながら進めたガズの初のというかシグネーチャーモデル、ガズモデルです。以前もじゃと対談してるシリーズ、あるんですけど、 YouTube でね、もじゃベトナムでガズのわがままウクレレを作ってるもじゃくんと対談してるシリーズのプレイリストここに貼っとくんですけど、そこの中で話されたやつがとうとう日本に来て、とうとう私の手元に着きました。まあ実は昨日から届いてるんですけど、もう昨日散々弾いたんですけど、ね、やばいですよ。ちょっと披露します。これね、このケースかっこいいでしょ。これのケースはですね、Gラボウクレレでセミオーダーウクレレを、オーダーしてくださった方にはこのスペシャルハードケースがついてるんですよ。この高級感すさまじいです。じゃあちょっとこれ開けていくよ。いきますよ皆さん、いきます。ドーン、ピカピカやで、ほんまにすごいです。はい、この塗装、まあ初めてですね、このガズレレのモデルとしては。で、これはその動画内でも言ってるけど、ここら辺が引きやすいように、カッターは言っといて、ボディが普通こうなんだけど、こういう風に切れてるでしょ？なんですけど、ここにフレットがなくて、7フレット仕様という、これはもう半分シャレですけど、まあガズレレはもうほんとコード弾きが多いんで、7フレットまであればいいんじゃないかという風に、まあよくね、以前からもガズレレでは7フレットモデルを取り上げているんですけど、はい、ちょっと取り出してみます。今回特徴としては木材がですね、普通のレギュラーのね、ガズのわがままウクレレと全然違うんですよ。このトップ材は、サルスベリという木で、しかもこの見て木目、綺麗ですよね。はい。ちょっと昨日散々弾いたからちょっとね、もうすでにちょっとそんな状態なんですけど、あとこの横に白いバインディングという縁取りが入ってて、はい。さっきも言ったんですけど、フレットは7フレット仕様。で、このポジションマークの柄なんですけど、よく見るとわかるんですけど、このね、僕がデザインしたブリッジの形をそのままスライドさせて、この風に、こんな風に考えてるんです。はい。そうしてスーッと来て、で、ここに、ヘッドの G のマークがあるんですけど、これちょっと、にわかに見るとわかるっていう、その、なんとなくこう、なんていうの、おしゃれかなと思うんですけどね。はい。そして、ちょっとね、ご注目なんですけど、この、サイドバック、ボディの裏とサイドは、これ、ウォルナットの木なんですよね。つまり、クルミの木。なんで、材質も相当こう、こだわって選び抜いた材質を使ってるんですけど、とにかくこれ持った印象めちゃくちゃ軽くて、しかも音、超でかいです。これはもう、もちろんピックアップ付きモデルで、ちょっと弾いてみましょうか。ソプラノウクレレサイズなのに、すごくこう中低音がすごく出るんで、この木のね特性がすごく出てると思いますね。はい。そして昨日ね、このウクレレ届いて G ラボチームといろいろこう今届いてどうしたこうした良かったの、もじゃくんともいろいろ話して、これすごいねとかいろいろ聞いてたんですけど、これちょっと後日ですね、改めてこれ商品化というか多分受注生産になると思うんですけど、それのご案内をさせていただこうと思うんですけど、多分明日明後日ぐらいからこのウクレレでガズレレ YouTube チャンネル撮り始めていこうと思いますね。よろしくお願いします。このウクレレはね、もうびっくりしちゃった。僕もめちゃなるもん。はい。それでこのシャレが効いてるんで、ここ弾かないのにここのカッターを置いて、これがね、はい、ちょっとじっくり見てみてください。まあ本当にねいいですよ。これが1個目のお知らせです。今日はね、ちょっとお知らせが続きます。ちょっとね、この雑誌、リットミュージックさんから出てる、はじめましてのウクレレブックっていう雑誌が、これね、新しく創刊したらしいんですよね。ウクレレを楽しみたいあなたのビギナー誌ということで、ウクレレ始めたばっかの人、これはご案内にいいんじゃないですかということで、はい、見てください、ここ。はい。
ここにガズって書いてあるでしょ。ここも見てください。ここにもガズって書いてある。これ、つまり、まあ私インタビューしていただいて、まあ、いろんなことをお話しさせていただいてるんですけど、他にもね、ここ見ていただくとわかるように、辻彩乃さんだとか、椿鬼奴さんとか、の関取の方とかですね、もうこう、すごく名だたる方がこう、インタビューされていたりとかして、あとね、これね、突筆すべきはですね、これ見せていいのかな、こんな感じでこう、バッとこんな感じでさーっとね、私のいつも撮ってる部屋でこれね収録してこんな風に載ってるんですけど、あとこれがね結構ご注目で、見て G ラボのね記事も載ってるんですよ。これガズのわがままくらい、今引いたこのねガズ、これの作られてる工房の話、どうやってこの G ラボってできたかっていうストーリーも、なんとこの雑誌にこう記事が出てて取り上げられてるっていうの、これがすごいでしょ。あとね、もうこうやって進んでいくと、ガズの初めてウクレ、これ、初めての一本にいいよっていうやつのこのね、レビューとかも載ってたりとかして、あとこの後ろの方に行くと、ガズさんの、リットミュージックから出てる、本があるんですけど、ほら、こんな感じでですね、私のコーナーがありまして、このガズの、ガズレレ簡単楽譜がこんな感じで、いっぱい載ってんですよ。これ結構ほら、ここにも出てますけどね、これがリットミュージックから出てるんで、この中からこの楽譜を提供してるということで、あと他の方のいろんなウクレレプレイヤーの方、たくさんいらっしゃる、はい、その方たちがどうやって練習してるのかとか、こんな記事が載ってたり、なんかウクレレ屋さんとか楽器屋さんの紹介があったりとか、まあこの本も、ぜひ皆さん、本屋さん、楽器屋さん、まあアマゾンや楽天のインターネット本屋さんでもご購入できるので、ぜひご興味あったら、ゲットしてくださいというのとですね、今日はね実はですねちょっとお出かけをすることになってまして、どこにお出かけするかというと NHK に行きます。実はですね、僕ね今年のまあ4月っていうか今年度から NHK のとある番組からご依頼いただきまして、僕が出るわけです。裏方です。要はアドバイザーというか、ウクレレのこう、裏方のことなんですけど、やっぱりこのウクレレをね、番組内で取り入れたいという時に、ちょっとはいろいろアドバイス欲しいということで、まあそういうことでね、そこに行ってですね、こういろいろこう、あした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないか、みたいなこと、ご意見を言ったり、こういろいろ考えたりする、そのチームにちょっと入ってましてですね、これから NHK に行くんです。で、この情報なんですけど、NHK のね、方にいろいろ確認してみて、僕もいろんなことシェアしていきたいんで、情報分かり次第、またガズレレ YouTube の方でもね、ご案内していきたいと思います。で、そういうわけでね、いつもガズ言ってますけど、音楽って聞くの最高だけど、やる方がもっと最高。この感覚をやっぱみんなにね、もっと知ってもらいたいなということで、もうあっちからこっちからも飛び回って、もう YouTube も発信して、引き続き、やっていこうと思っております。皆さんもね、皆さんが楽しんでくれるってことが、それをまたなんか広がるかなと思って、やっぱり楽しい人が増えるとさ、まあいい世の中になると思うんですよ。楽しい人をどんどんまたそれで増えるっていうのがまたガズレレの面白いとこだと思いますので、引き続きよろしくお願いします。そしてガズレレにはもうほんとたくさんいろんなお知らせがあって、もう皆さんもねもうてんやわんやかと思うんですけど、まあガズレレ .com このホームページ見ていただいて、なんかこんなことやってんだなとかね把握してくださると、嬉しいかなと思います。まあまあともあれやっぱ自分で音楽を奏でる、これをまず楽しんでいただく、これがいいと思いますね。そういうわけで、今日はお知らせ動画だったんですけど、はい、もろもろあります。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。